この4月に間に合うかどうかということよりも正確を期すとキスということの方が大事ではないかと客観的な基準というものを決めていくような何らかのシステムが必要ではないかと支給の対象となる学校は高校無償化法案が成立した後文部科学省が省令で定めることになっています鳩山総理は客観的な基準を決める第三者機関を設置する考えを示した上で 今月中に全部やり終えるという段階ではないと思うと述べて、来月制度を開始する際には、朝鮮学校を外す可能性を示しました。